はい、じゃあ今からボブヘアの跳ねない乾かし方をちょっと教えたいと思います。方法はちょっと簡単なんですけれども、髪の毛のキューティクルっていうのは鱗状になってまして、その鱗を引き締めるっていう感覚でドライヤーの熱を当てながら乾かしていくと跳ねずにできるので、今からちょっとやっていきたいと思います。はい、このドライヤーの熱の当て方なんですけれども、このドライヤーの角度を45度の角度で後ろから、全部後ろから熱を与えていくのですが、ちょっと一人でやるとこれちょっと大変なので、こういう時は首を下げてこういう風に熱を与えていきます。ではやっていきます。はい、乾きました。ほら、ご覧の通りちょっとまとまって、内側に入って跳ねずにちょっと乾かすことができました。でこれで結構外にでも出かけるくらいまとまったんで、皆さんも後ろから45度で乾かしてみてください。バイバーイ。今回は4センチメートル TV をご視聴いただきありがとうございます。この動画がよろしければぜひグッドボタンをお願いします。また運営の励みになりますので、チャンネル登録もお願いいたします。